はい、えー、田中肖像朗読する15本を始めたいと思います。えー、えっと、あれ。はい、こちらですね。えーと、まあ、今日、あの、途中なんですけれども、えー、この被害地住民ですね、この被害地、えー、被害地方運動員への注意書きと、 まあこういうあの文書というか、あの、回覧したような手紙ですよね。まあ、田中衝動は、あの、もともと手紙をですね、まあ複数の人にこう、えーえー、当てて書いてですね、で、それでさらにこう、回覧してくださいみたいなことをやっているんですが、まあ、それのあの、より大きな、えー、バージョンという感じですね。はい。で、えー、途中まで読んでおりまして、えー、<coughs> まあ私のまとめでは、ですね、まあ、この鉱読の被害というのは時系列的な変化もありますし、あと地域ごとの、えー、温度差というのもあるんですけれども、さらに同じ地域の中でもその温度差があるということが、ですね、まあ、この手紙というか文書から読み取れるというところでした。 はいえー、では、えー、それで、まあ、その東京における運動の、えー、状況に話が進んで、途中で終わっていたというふうに思います。えー、と続きを読みたいと思います。境、えー、地の、えー、新聞も、これは境地というのはあの東京の境ですね、それからあの地はあの、まあ、地面の、えー、地方の地ですけれども、えー、東京の新聞もということですが、境、えー、地の新聞も、 彼の不潔なる黄金にて、この彼のっていうのは古川一兵衛のことですね、の不潔なる黄金にて、まあるいは小金にて、えー、要するにお金ですね、にて、その筆を買われたるもの、これありそうろうと。ということでですね、新聞の中でも、その古川寄りの新聞があるということです。しかれども、多数人民の交易は、 いかなる場合にも決して、一商人の犠牲となすを許さず。はい、まあ、ですから、この1人の商人と、それから多数の人民のですね、公益ですね。で、この1人の商人の利益というのは、私益です。それに対して、多数の人民がですね、まあ、犠牲になるというのは、これは公益を害されるということになります。つまり公害ですね。で、これは許されない。 一個人の私益を維持せんために多数の権利財産を奪うは到底天下の目下せざるところに遭ろうとはいでここで公益という言葉とですね私益という言葉これが明らかに対比されているということがわかるかと思います、まあ、ですからそのあのこれ結構重要なところですよねその公害とは何かっていう えー、ことを考えるときに、まあ、あの、公害というのはですね、要するに、私益によって、この私的な利益によってですね、公益が害されることなんだと。えー、これがこの部分からも、えー、読み取れるということですね。はい、で、次の段落、最後の段落ですが、被害の現状、まさに天下に知られんとし、 運動の進行、今日に及んでは、黄金も新聞もついに何らの効力なきものに揃ろう。ゆえに、いかなる高説あるも、これ、ちまたの説ですね、えー。いかなる噂があろうともですね、さらにご懸念、ご頓着なく、まあ、その心配しないでですね、えー、ますます ご心これは勇気の勇に進むという字ですが、ご友心、ご尽力のほど沿岸同胞のため、絶望の至りに存じそろう。なお、些細の金銭に迷いて、後日の第一塾大不利益を招かざるよう、被害者一同へご婚優、ご懇悠、これは懇説、えー、定年の懇ですね。あそれとあとあ えー、節湯の湯ですね、えーまあえーえー。なられくださりたく願い上げ候、はい。で右とりあえず、えーご礼えー、お礼ですね。すいません右とりあえず、お礼、傍ら、えー、方々、えー、ご注意まで。えー、各のごときに騒涜、警具。2月6日、在東京、田中正造と。 はい、いうことで、えーまあ、この手紙、えー、がですね、終わりました。<laughs> まあというわけで、この,あの運動員たちですね絵、えー、の文書ということで、まあえー、昨日ですね、えー、ある種の,その悲劇の英雄というか、まあ、そういった形でこの描いていると、えー、いうことに、まあ、ちょっと注意を喚起しましたけれど、まあ、こういったあの困難、 にですね、えー、の中でこの金銭に迷わないでくださいねと、えー、それから、まああのあでもてか運動員たちにというよりは、その住民たちですね住民たちに金銭に迷って、えー、恥をあの後でかかないようにと、えー、いうことをですね説得してくださいと言ってるんですけども、これは同時にその運動員たちにもです、ね、呼びかけてる、えー、ことではないかなと、えー、思います。 で実際ですね、この田中衝動のこれ手紙とか日記とかに、まあ、反対派とかで名前がもう散々書かれてですね、で後々までこう読まれるっていうのは、多分、うん、まあなんとも、えー、この名前をさらされてるという感じになる、えー、わけですね。まあ、当時、田中はそこまで、まあ、あの後世のことを考えていたかどうかって、ね、ちょっとわからないんですけれども。はい <laughs> では続きを読みたいと思いますが、えー、足尾銅山、えー、公読被害種目参考書と。で、これほとんどですね、あの、文章というよりはリストなんですが、まあ、あの、こういうものが書かれてます。明治30年2月20日ですね。で、えー、足尾銅山鉱読被害種目参考書、農民の生活は極めて、 簡易なるものにて、時としては野草を摘み、麦粉を炊き、え粉米、えー、これは米粉ですね、えー、を、えー、餅として食うことあり、星を抱きて家をいで、月を踏みて野より帰り、芋粥、栗飯に、上をいするに過ぎず。このいするっていうのは医者のとか病院のそのいですね、医療のいですけども、これは癒すという意味ですね、上を癒す。 で週月、えー、各のごとく。まあ、その月を通してですね。えー、毎月こんな風にやってると。えー、週祭、また、えー、各のごとくにして。この週祭っていうのは、えー、終わり、えー、という字に、祭、あのー、は祭月の祭ですね。ですから年柄年中ということです、えー。年中そんな感じであると。一滴の汗、よく一粒の収穫に与えせば。はい。 ですから、一滴汗をかくことでですね、一粒、これは麦とか米とかですね、の収穫になると。親子夫妻、眉を開き、一家だんだん手を取って、愛祝す。これはまあ収穫を祝うということですね。で農民生活の上これがですね、あの直,あの直接の直って書いてあるんですが、 あの変者の中でこれはあの真実の真だろうというふうに書いてあります。え真に核のごとし、いわんや近年、鉱毒の害は電卓を奪い、まあ、これは田んぼの谷、えー、住宅の宅ですね、電卓を奪い、衣類、重機、この重機っていうのはあのこの汁物の器ですね、食器のことです。ほとんどしんどくせざるものなく。 催眠一縷の、えー、路名を、えー、継ぐことつな、えー、ぐことすいませんあのこのイジスの意って書いてつなぐと読みますがつな、えー、ぐことまた容易ならずその境遇あわれんべきにあらずやゆえに、えー、その被害の実況は努めて細密にこれを調査し広く世間に示さざるべからず まあ、つまり、この境遇がですね、あまりにもひどい。えー、だから、この状況をですね、もう、あの、とても細かく調査して、広く世間に示さなくてはならない。まあ、そういう意味で、この、あの、目録というか、え細、ー、目は書かれているわけです。今、あらかじめ調査の順序、種目を左に掲げ、まあ、左に掲げ、えー、巨国。 統計の参考に今日で,すですから、まあ、これから書くことをですね、あのリストなんですけれども、あの後々のですね、あの統計化、あのこの数量化してもらいたいわけです、田中としてはね。で田中自身もいろいろと調査をしていて、データを残したりしてるんですけれども、あのこ,れこ,っからこれから述べることですね、あのとても細かくて、量が多くてあ、数が多くてですね、 まあですから、あのー、これ、田中一人では、あのえーまあ、数え切れないというか、データを取れないということですね。はい、では読みたいと思います。え個人の被害。一つ、伝畑。交配によれる不動産の滅出。あ、これ、滅出じゃなくて、あ、減出ですね、ごめんなさい。減出。ですから、これを、こういうことを、いちいちあのデータ化してほしいんですね、このリストはね。 はい。二、土地変悪。これ変、えー、変、わるという字に悪ですね。によれる地下の低落。はい。これもデータ化可能。三、地下低落によれる売買実価の下落。四、土質変悪によれる肥料の増加。はい。だから、ますますですね、肥料が必要になるわけです。そのためにお金がかかる。で、これもあのデータ化可能ですね。五、電バタ 交配及び土質変悪に揺れる収穫の減質。はい。これはいくらいくら、あのー、収入が減りましたということです。六、これちょっと読み、あ、あわらという字ですね、えー。わらがんという読み方もあるし、交換という読み方もあるようなんですが、この、えー、と、わらという字、二つ、二種類あって、このわらとわらを重ねているんですけど、わらわらとは読まないんですよね、多分ね。 えー、わらがんかこうがんですかね。えー、芯害に、えー、よれる。これは山水の芯ですけれども、あの、要するに毒水によってですね、犯されたわらがですね、よれる、えー、容量および肥料の減質。まあ、ですから、このわらを使う、えー、ことが、あの、例えばこの肥料だけじゃなくて、いろんなことにわらは使えるわけですが、それが、あの、えー、減ってしまった。これもデータ化が可能ですよね。 仮草、新毒、この新毒というのは、あのやっぱりあの、えー、浸るという字に毒ですね。で、勝った草が、えー、毒に、えー、浸るによれる、えー、家畜飼料および肥料の減質、はい。で、積火、えー、石碑ですかね、こう積んであの、要するに。あの 芝を買ったりしてですね、あのえー、草越えとか草、えー、草火といったりしますが、あのそれをこうあの積んでおいて、肥やしにしていくわけですが、あのこれがやはり、その、えー、侵害、あの水にしったことで、えー、土壌、培養力の減質と。はい。で、9つ、えー、毒水侵入によれる固く倉庫の減質。これ、倉庫がもう使えなくなってしまった。 で10、家宅倉庫の振毒によれるえ重機、えー、家具の減、はい、で倉庫が、まあ、毒に浸ってしまったためにそこにしまっていた、えー、食器類それから家具も使えなくなってしまったとそして11、家宅倉庫の振毒によれるえ国菜これは五国の国ですね、穀,穀物の国それから野菜の菜えその他え、飲食物の 現 <laughs> で十二重にかたく倉庫の神読によれる家畜課金の、えー、これ死亡ですねあのまあちょっと、えー、この、えー、死,死ぬという字が下にあるんですけどあの本正確な読み方は兵というふうに読む読むらしいんですねあの上にあの紙幣の兵とかあの悪兵の兵のあの え使うようなその平という字があって、その下にこの死ぬという字が書いてあるんですが、まあ、要するにこの家畜の平坊というのが正確ですが、要するに死ん,死んでるわけですね。で13、家宅倉庫、えー、侵入によれる、えー、床下土砂の入れ替え費増加。まあ、床下もですね土砂をこの入れ替えなければならない、そのための費用が必要になるということです。はいで ちょっと一旦ここでですね、切らないと、えー、家宅倉庫の、えー、話は一旦ここで切れて、えー、ちょっと14からはまた違ったリストになります。まあ、いずれにせよですね、これらの、えー、リストというのは、田中としてはですね、あの統計家によってですね、えー、参考にしてもらいたい。つまり、統計を取ってもらいたいんですね。えー、こういう,こう,いうのような被害が細かくあると。これ、いちいちについて、 あのどれだけのですね、まあ、金銭的なその損失があったか、えー、ということをですね、えー、まあ、調べてほしいと、えー、そのための参考として、えー、リストを作っているんだということです。はい、今日は、えー、ここで終わりにしたいと思います。